新学期を前に子どもの交通事故を防ごうと、若林区の道路で路側帯を緑色に塗る作業が行われました。路側帯のカラー化工事が行われたのは、若林区大和町の歩道のない道路120メートルの区間です。近くにある大和小学校の通学路に指定されています。今日は作業員およそ30人が参加し、白線に沿って30センチの幅で緑色の塗料を吹き付けていきました。路側帯を緑色に塗ることで、歩行者が歩く部分が明確になり、ドライバーに注意を促す効果があるということです。車道と歩道が一体になっている道路において、子どもたちが安全安心に通学して、事故のない学生生活を送っていただけるように願っております。県警によりますと、去年は23人の小学生が通学途中の交通事故で怪我をしているということです。